ワイヤードミュージックフェスティバルでのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンス、伝説の20分間。岸優太のラップ、平野翔の低音ボイスに熱狂。ナンバーアンダーラインアイの新曲、スクエアアンダーラインワンにファンが興奮している。先日のワイヤードミュージックフェスティバルでのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、多くのファンにとって忘れられない瞬間となった。夕方18時40分にスタートし、 約20分の短い時間の中で、彼らは完全に観客を魅了し、その場を支配した。3人のメンバー、ガンユータ、平野翔、ラジンは、それぞれが独自の個性を持ち寄り、会場全体を熱狂の渦に巻き込んだ。このフェスティバルでのセットリストは、彼らの進化と現在の姿を表しており、その選曲には意図が明確に感じられた。ナンバーアンダーライン愛のファンはもちろん、 初めて彼らを見る人々も、その音楽の力強さとパフォーマンスのクオリティに圧倒されたことであろう。特に印象的だったのは、MC なしでノンストップで曲を披露した点だ。多くのアーティストが観客とのトークを交え、場の雰囲気を和らげたり親しみやすさを演出する一方で、ナンバーアンダーライン愛はその手法を一切取らなかった。彼らの選んだアプローチは、音楽とパフォーマンスそのもので勝負するという強い決意を感じさせた。 このようなスタイルはリスクが伴うが、彼らの実力がそれを支えるだけのものだった。彼らは音楽だけでなく、身体全体でメッセージを伝えるアーティストであり、言葉を使わなくてもその場の空気を一変させる力を持っている。キシユタのラップは、の中でも特に際立っていた。彼のラップスタイルは力強く、鋭いリリックが観客の心に突き刺さるようで、フェスティバルの大規模な会場にぴったりとフィットしていた。 観客は彼の一挙手一投足に釘付けけになり、彼がマイクを握るたびに大歓声が上がった。平野翔もまた、彼独自の存在感を放っていた。彼のドスの効いた低音ボイスとエネルギッシュなパフォーマンスは、観客を圧倒する力を持っていた。特に、ナンバーズーから始まるセットリストのスタートは、期待を裏切らないもので、彼の登場とともに会場全体が熱狂的なエネルギーに包まれた。そして、 ジンのクールでトリッキーな歌声は、その場の雰囲気を一瞬にして変える力を持っており、彼の歌声が響き渡るたびに、観客の心をつかんで離さなかった。今回のフェスティバルでは、ナンバーズボンフジスクエアアンダーラインワン i n z m ゴートなどの曲が披露された。これらの曲はそれぞれが彼らの異なる一面を映し出し、観客に多様な音楽体験を提供した。特に、 スクエア・アンダーライン1がセットリストに入っていたことは、多くのファンにとって予想外であり、驚きとともに喜びをもたらした。観客の間では、これこそがナンバー・アンダーライン愛だ、という声が飛び交い、その選曲に対する賞賛の声が後を絶たなかった。このパフォーマンスのもう一つのハイライトは、彼らが全く休むことなく、ダンサーたちとともに6曲を連続で披露したことだ。通常、アーティストは途中で息を整えたり、 観客ととのコミュニケーーションををるためにトークを挟むことが多いしかし、ナンバー・アンダーライン・アイはそのような隙間を一切作らず、終始一貫してパフォーマンスに集中していた。このアプローチは、彼らが観客に対して、音楽で語るという強いメッセージを発信しているかのようだった。また、今回のワイヤード・ミュージック・フェスティバルでは、ナンバー・アンダーライン・アイのファンである、IL、i l イズだけでなく、 他のアーティストを目当てに来たた観客も多く見受けられたしかし、そのような異なる層の観客たちも、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに引き込まれ、一体感を感じる瞬間が幾度となく見られた。特に、ボンウやゴートといったコールが自然発生的に湧き上がり、会場全体が一つになった瞬間は、まさに音楽が持つ力を感じさせるものであった。そして、観客たちは口々に、最高だったと叫び、 ダンスし、ジャンプし、夢中になって彼らの音楽に身を任せていた。このような情熱的な反応は、彼らの音楽がただ聴くだけではなく、体感し、共有するものであることを証明している。ナンバー・アンダーライン愛は音楽だけでなく、その場の空気を一変させ、観客を一瞬で引き込むカリスマ性を持っている。彼らのパフォーマンスが終わると、会場には歓声と拍手が鳴りやむことなく続き、 その余韻が長く残った。ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれが、今回のパフォーマンスで新たな一面を見せた。特に、岸優太の髪型がいつもとは違い、横分けでガチガチに固めたスタイルは、多くのファンの間で話題になった。彼のセクシーさが際立つスタイリングは、その日のテーマであり、観客はその変化に目を奪われた。また、平野紫の名古屋出身という背景も感じさせるパフォーマンスは、 彼の故郷への愛情や誇りを感じさせ、その一挙手一投足に感情が込められていた。さらに、陣の冷静でありながらも挑発的なスタイルは、観客に新たな刺激を与え、彼の歌声が会場全体を包み込んだ。彼らはそれぞれ異なる個性を持ち合わせているが、そのバランスが完璧であり、三人が一体となって作り上げる音楽は唯一無二のものだ。このような多様性が、 彼らの魅力をより一層際立たせている。ワイヤードミュージックフェスティバルでのナンバーアンダーライン愛の成功は、彼らがこれからも成長し続けることを約束するものである。彼らの音楽は進化を続け、ファンとの絆を深めている。これからも新たなステージでどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、期待は高まるばかりだ。ワイヤードミュージックフェスティバルでのパフォーマンスを経て、ナンバーアンダーライン愛は、 次のステップへと進む準備が整ったように見える。彼らが見せた圧倒的なステージは、単なる音楽イベントの一環にとどまらず、グループの未来を象徴する瞬間でもあった。観客たちは、その夜の興奮を持ち帰り、SNS やコミュニティで彼らのパフォーマンスについて語り続けている。これは単にライブの余韻が残るという以上のものであり、彼らが今後も音楽シーンを牽引していく存在であることを示している。 特に注目すべきは、ナンバーアンダーライン愛が短時間のパフォーマンスでありながら、深いインパクトを与えた点だ。20分という限られた時間で6曲を披露するというタイトなスケジュールにもかかわらず、観客は彼らのパフォーマンスに満足し、心から楽しんだことが報告されている。彼らの選んだセットリストは、単なるヒット曲の羅列ではなく、それぞれの楽曲が物語るテーマや感情が巧みに組み合わさり、 観客を一貫したた音楽体験へと導いていてこのような選曲はアーティストとしての成熟を感じさせ彼らが今後もどのように自身の音楽を進化させていくのかに注目が集まる。またフェスティバルでのパフォーマンスが特別な理由の一つとして彼らの音楽が持つ一体感を上げることができる。多くのアーティストが観客との距離感を意識しながらライブを行う中でナンバーアンダーライン愛はその壁を越え まるで観客の中に溶け込むようなパフォーマンスを見せた。特に他のアーティストのファンも巻き込み、一緒に、ボン、ゴートと,と叫ぶ光景は、彼らが音楽の力で全員を一つにしたことを物語っている。この瞬間こそ、音楽が言葉や文化を超えて共感を生む力を持つことを示す象徴的な場面だった。ガン・ユータ、平野翔、陣の3人は、それぞれが異なる背景とスキルを持ちながら、 グループとしての一体感を保っている。騎士はそのエネルギッシュなラップと力強いパフォーマンスで観客をリードし、平野はその存在感と表現力でステージ全体を支配していた。そしてジンは、彼のクールでトリッキーな歌声で観客の心を静かに揺さぶった。このように異なる個性が交わり合い、融合することで、彼らは他に類を見ないグループとしての独自性を確立している。このバランスの取れた個性の調和は、 彼らが今後さらに多くの舞台で輝きを増していく原動力となるだろう。このフェスティバルでの経験は、彼らにとっても大きな成長の機会となったはずだ。特に、ノンストップでの6曲連続パフォーマンスという試みは、彼ら自身の体力や集中力を試すものであったに違いない。これまで以上にパフォーマンス力を磨くために必要なものが何かを知る機会でもあっただろう。また、このような挑戦は、 彼らがファンとの信頼関係をさらに強固にするためのステップでもあった。観客は彼らの真剣な姿勢とプロフェッショナリズムを目の当たりにし、ますます彼らに魅了されていったに違いない。さらに興味深いのは、ワイヤードミュージックフェスティバルが終わった後も、彼らの話題が絶えず、SNS での反響が続いている点だ。ファンは彼らの衣装や髪型、パフォーマンスの細かな部分に至るまで詳細に分析し、共有している。 騎士の新しい髪型についてのコメントや、平野のセクシーさがテーマだったことに対する驚きの声など、細部にまで注目が集まっているのだ。このようなファンの熱意とエネルギーは、ナンバーアンダーライン愛が今後どのような方向に進むにしても、大きな支えとなるだろう。そして、このフェスティバルの成功が彼らにとって終わりではなく、むしろ新たなスタート地点であることは明らかだ。彼らは今、 次なるステージに向けての準備を進めているに違いない。17日にはトベの聖配信も控えており、ファンはその日を待ちわびている。聖配信を通じて、彼らがどのような新しいパフォーマンスを見せてくれるのか、またどのようなサプライズが用意されているのか、期待は高まるばかりだ。ナンバー・アンダーラインアイの成功は、彼らが常に進化し続けるアーティストであることを示している。音楽業界は常に変化しており、 ファンの期待も日に日に高まっていく。そんな中で、彼らは一貫してファンに新しい驚きと感動を提供し続けている。彼らがどのようにしてこの先も進化を続け、さらなる高みを目指していくのかは、今後も注目を集めるだろう。そして最後に、彼らのパフォーマンスの核心にあるものは、ファンとの絆である。ワイヤードミュージックフェスティバルでの経験は、彼らにとってもファンにとっても貴重なものであり、 これからのステージでもその絆はますます強まっていくに違いない。ファンは彼らの音楽を通じて感動を共有し、彼らの成長を共に祝福している。このような相互作用は、ナンバーアンダーライン愛がこれからも成功を収め続けるための強力な基盤となるだろう。ワイヤードミュージックフェスティバルでのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、多くの人々にとってただの一夜のエンターテイメントではなく、 彼らがこれからどのような未来を描いていくのか、その片りを垣いま見せるものだった。音楽は変わり続けるが、彼らの熱意と才能、そしてファンとの絆は、これからも変わらずに彼らを支え続けるだろう。今後も彼らの活躍に期待し、次のステージで再び彼らに会える日を楽しみにしている。